起立気をつけミリオンTVでーす。はい、というわけで今日は見てください、なんと体育館を貸し切っております。前回の動画を見ていただいた方は、まあ、ご存知かと思いますが、今日から50m走チャレンジ、何秒縮めれるのかっていうことで、はい、そうですね、我々がどれぐらいのタイムがまず出るのかを測って、はい、でその後1ヶ月間走りの学校っていうチャンネル知ってる？知ってる、うん、あのチャンネルの、なんか1日10分これをやれば、足速くなりますよみたいな動画があって、この動画の通り1日10分トレーニングをした結果、1ヶ月それを続けるとどのくらいタイムが縮まるのかと、はい、はい、まあ我々もね今年で28ですけど、これぐらいの年齢の人でもタイムを上げることができるのかっていうのも結構気になるところですし、あとはね、まあ体育祭終わってる人も中にはいるかなと思うんですけど、まあやっぱ体育祭ってかっこいいとこ見せたいじゃないですか。でそういう人たちが YouTube にさ、いろいろこう走り方の動画とか上がってるけど、正直どれ見ればいいのかみたいなね、ところもあるんで、やっぱちょっと一番ね、いろんな動画見た結果、走りの学校さんのやつ分かりやすくていいなと思ったんで、それを実践してみて実際に効果があるのかどうか検証して、ぜひこの動画を見て、あ、効果ありそうと思った人は実践してもらったら、はい、体育祭活躍間違いなしと。スポーツする時もね、やっぱ足速いって何に対しても武器になりますから、はい、で僕たちはチャレンジ企画を基本的にね、やってるチャレンジ系 YouTuber、兼あるある系 YouTuber ということで、はい、で、本動画の方では結構チャレンジ動画をメインに出してるんですけど、前回はね、クミがワンパンマンチャレンジで、リョウがデベットチャレンジっていうことで、ぜひそちらもね、ここに出しておくので、はい、見てみてください。はい、ということで今日からのチャレンジは 50m 走チャレンジということで、はい、1ヶ月後の結果発表も楽しみにしていただいて、まずはちょっと僕たちのね、はい、今の現状のタイムを見ていただければと思います。じゃあ早速測っていきますか。それでは行きましょう、よーい、始め、ふみりょう TV。 ふみりょう TV。 りょうのタイム6秒70です。はい、すごい、社会人としてはいいんじゃないでしょうか。はい、ふみりょう TV。 ふみのタイム、じゃん、6.98 です。いや、はい、50m 走の日本人の平均が、25歳から29歳が 7.81。 おふみりょう TV。 はい、というわけで、はい、ここからはね、トレーニングに移っていきたいと思います。今から走りの教室やっていきたいと思います。おい、さあ、というわけで、はい、まず一番最初はベースポジションキープ。ベースポジションキープ、はい、というわけでですね、こう走る上で膝が上がるということが非常に大事。なるほど、膝が高く上がっているということは、それだけ、前に進む力になるということなんですね。なので、ここをとにかくこのベースポジション、足が上がってくる位置を高く保つということが必要になってきます。では用意スタート。1、2、低い低い低い、4、5、6、7、8、9、10、これベースポジションです。はい、では、次左足いきます、用意スタート。10、はい、私本当にね、走りの勉強してて、実際ジャマイカにも行って、ボルトさんと一緒に、さっきからうざいなぁ思ってたら、何キャラそれ。ジャマイカに行って、走りの行ってないやん、絶対行ってないやん、ジャマイカトレーニング、ボルトさんと実際一緒にしてきました。で、走りを表す英語って何があると思いますか？ランランですよね、日本はランしかないんです。でも
もう向こうのコーチに言われたのは、うん、今亮はランで走ってると、ランニングのテクニックで走ってたって、でも違うんです、うん、あの短距離はスプリントのテクニックで走るんです。ふみりょう TV！ では次の練習行きましょう。次は、アンクルホップやっていきたいと思います。今ね、ふみくんの走り見せてもらったんですけど、うん、もう完全にランニングテクニックで走ってるんですね。うん、で、ランニングテクニックだと、こう地面を強くカーンって蹴る、この、になってるんで、それ関係ないテクニックになってるんで、そうじゃなくてこう、足で地面を掴む感覚を身につけていきましょう。あ、ここに着いた時に、足の指で掴む。バウンドの教え方があの天才の教え方だ。足で地面を掴む感覚と、うん、この足がバウンドする感覚ですね。ボールがターンって跳ねるかのように、うん、なるほど、足をバウンドさせる、バウンドさせるイメージですね。なるほど。この感覚を体に染み込ませるために、うん、こう跳ねます。ターン。あ、先生、先生の先生がちょっとね。こんにちは、はい、ということでね、今完全に先生の先生が、こんにちは、質問になってると、はい、それもボルトさんに言われました。いきます、よーい、スタート。ふみりょう TV！ ハードル片足ジャンプやっていきたいと思います。これはですね、多くの選手が走るときに、背中が猫背になってしまったり姿勢が崩れちゃうんですね、うんうん、なのでまずはその走る姿勢が崩れないために、調整するために上半身動かさない練習でまず手を上げます。そのまま、片足つま先で3回バウンドします。1、2、3。そうです。でそのまま3回バウンドしたら1、2、3で足を入れ替えてください。はい。でこの時にこっちの足をベースポジションを意識してください。はい。はい、なので動きとしては1、2、3、1、2、3、1、2、3となります。なるほど。で、この足の速い選手っていうのはここの入れ替わる瞬間、ここが大事なんです、うん、聞いてました？聞いてた。行きましょう。では1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、ということでね、次のメニューいきます。次ラストメニューです。モラストです。ふみりょう TV！ ということでね、最後のメニューは体で覚えた感覚を走りにつなげていくっていうことが非常に重要になります。はい、なので、この体で覚えた感覚をぜひね、はい、なので、この体で覚えた感覚をぜひね、まずこうさっきと同じように膝を上げることを意識して 1、2、3、4、5。 ここから腕です。腕を意識して最後に走り抜きましょう。なるほど。よーい、スタート。非常にいいですね。よーい、スタート。ふみりょう TV！ はい、はい、というわけで、はい、帰ってきました。トレーニングを終えて、うん、走りに革命が起きましたね、うん、これを1ヶ月間、ね、うん、意識しながら、ずっとこのトレーニングを続けて、うん、足速くなっちゃいましょう。学生時代と比べるとやっぱりタイムも落ちてたんで、うん、はい、やっぱこっからね、ちょっと学生時代の水準またはそれ以上に伸ばしていきましょうということで、はいはい、というわけでね、1ヶ月後のタイム計測を楽しみにしておいてください。はい、もう一度復習で、フミが 6.98、はい、で僕が 6.7、はい、だったんで、まあ、ここからねどれぐらい縮まっていくか、はい、でこの縮まってたらぜひね皆さんも同じメニュー、これ走りの学校っていう YouTube チャンネルでもっと詳しくね、うん、あのコツとかを本当に走りのプロの人も教えてくれてるんで、はい、ぜひそっちも見てもらえればなと思います、はい、そしてもし何かの縁でこの動画が走りの学校さんの耳まで届いた場合、コラボお待ちしております。というわけで僕たち、9月の14日までにチャンネル登録者数1万人を目指して活動している YouTuber ふみりょう TV ですね。動画を見てくださった皆さんの力が必要です、はい、ぜひこの動画を見て面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。ゲッツ気をつけ、終わります。
なんで、まあでも、これ 6.7 から、リアルに 0.2 とかでも縮まったら、そんな言ってた。言ってた。言ってましたよね、今。絶対言ってない。はっはっはクミが 6.、まあ、0.2 とかでも縮まって 6.5 とか、まあ、6.5 を切るようなことがあれば、うん、もうこれあの日本人男性の上位 3% に。うわすごい、はい、3%? そう、上位すごい 0.3%、まあ、そんなデータないですけど気をつけ終わりますでは